8日スタートのフジテレビ系ドラマ、オクラ、火曜午9時、の公式インスタグラムが4日までに更新され、杉野陽亮とダブル主演を務める俳優の反町隆、50、が登場した。7日に放送された FNS ドラマ対抗お宝映像アワード秋の祭典 SP でのオフショット。共演する杉野と白石麻衣とスタジオで記念撮影した。黒ジャケット姿にフォロワーは、反町隆かっけーな、と惚れ惚れ。 ネットでも反町の若々しいビジュアルが注目を集め、反町隆ってかっこいいな。こんな50歳いる反町隆はイケメンなんかより、男前で言葉がぴったり、FNS ドラマ対抗お宝映像アワード出演中の反町隆さん50歳になってもかっこいいです。あんな50どうやったらなれるの年齢調べたら50歳で大玉げた。かっこよすぎ、反町隆50歳なの。本でこのルックス、50歳超えてることみ 今だに理解できてないなどの声を寄せていた。